遺産グループは愛知県名古屋市に本社である遺産株式会社を置く企業グループ。主力事業は外食チェーン。他に小売業、パチンコホール、損害保険代理店、不動産事業など、1969年に遺産株式会社を設立した。カニ料理店であるカニ将軍、カニ家、ニと肉の鉄板焼き店であるカニ遊亭、魚介。 湯葉ばとをメインにした、つれづれ、うなぎ料理の、ウエなどの飲食店を、札幌、関東、東海、京都に展開するほか、百貨店内を中心とした持ち帰り寿司販売店を、札幌から福岡まで全国で展開している。かつては、牛しゃぶしゃぶ店や、フグ料理店、イタリア料理店、セルフサぬキうどん店等も展開していた。また、カメラ量販を中心とした、 加減量販店、トップカメラの運営も行っている。2000年代までは、名古屋で、カメラといえば、朝日堂カメラか、ウォッチマンか、トップカメラかという三つどもえの勢いであったが、デジタルカメラの普及に伴いギミエンカメラは衰退し、それに連動して消耗品であるフィルムや、現像用品や、プリントサービスも大きく減少したことや、カメラ販売の主な発売場もカメラ専門店から、 家電量販店へと移行し、販売競争が激化したこと等により、やがて3社とも一時の勢いを失い、まず2006年にウォッチマンが経営破綻して店舗が閉店し、他の2社も苦戦する状況となった。2010年代になるとスマートフォンが爆発的に伸びたこともあり、カメラ専門店はより苦境に立たされている。トップカメラは、前世紀は名古屋市内のみならず、 静岡県静岡市の五福町商店街や京都府、京都市にも各一店舗ずつが進出していた。パチンコホール事業に関しても最盛期には愛知県を中心に三重県、北海道、神奈川県等に幅広く展開していたが同グループの運営ホールは中規模小規模のものが多く大規模パチンコチェーンの進出が激化すると徐々に遠隔地からは撤退していった。 トップカメラに関するカテゴリーありがとうございます。